はい、どうも、カパ園長です。じゃあね、最後のね、ニュースはね、もう、秋篠宮、話題の本。話題になってんのこれ。ね、僕は、このチャンネル、ね、動画やらせていただいてるんで、ネタとして使わせてもらってるんで、まあ、ある意味、そういう意味ではね、話題にしてる側かもしれませんけども、でも、大体もう、内容についてのこのね、この記事を見ながらですけども、本体、その本そのものは見てないですよ、もちろん。ね、うん、そんな価値ないと思うんで。だから当然こういうなんか用語記事っていうかね、御用記者に書かせた、御用メディアの御用記者に書かせた、ね、なんだろう、その解説っていうのかな。うん。まあね、秋篠宮殿下ね、あの時ね、こう思ってこういうふうにおっしゃって、おそらくこう考えていらっしゃったのだろう的な記事がね、バンバン飛びまくってるんで、まあその中でまあちょっとなんか、一応興味深そうなやつを、チョイスしてお届けしてきたはずなんですけども、もう大体一通りね、うん、この内容についてのこのコメントはし尽くした感が あるっちゃあるんですが、まあ今回のはね、小室圭さんがパラリーガルのままでも良いのですよみたいな、なんかそんなようなこと言ってるくだりありましたよね、確かね。うん、秋篠宮様が眞子さんの結婚相手に望んでいたことみたいな。なんかやっぱもうお腹いっぱいか。ぶっちゃけね。うん。まあ、結局は言い訳だもんな。言い訳と責任転嫁だもんね、結局ね。うん。まあ、話題の本、秋篠宮を読んでみた、みたいな。な、このやってみたみたいなノリは。軽いぞ、本当に。ことごとく。で、まあ、家族ぐるみの付き合いがある、まあ、元記者、江森さんが描いた、秋篠宮殿下の実像ってことなんですよね。婚約内定におめでとうございますと挨拶すると、とか、まあもうはしょりながら見ていくしかないな。ちょっとグダ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 長いんで、憲法に書いてあるからは心からの祝福なのだろうか、とか、いやそんなのは方便だろ、ただ。あ、これ一応見ていこうか。何回か見たと思うんですけども、小室圭さんについて身元調査しなかった理由ってことですよね。これもね、ただの言い訳でしかないよな。興味深いのは江森氏が、秋篠宮が結婚するときは紀子さんの身元調査をしたそうだが、今回は相手の男性の家庭状況など事前に調べたのが聞いたときだった。答えづらそうに少し間を置いてから、事前に宮内庁には調査を依頼はしなかった。しかし宮内庁と関係がある人物には、相談していた。週刊誌報道で伝えられているような内容はやはり把握できなかった、という。宮内庁と関係がある人物には相談していたって何だろうね、これ。え、よくこういうなんか女性誌とかに出てくるこの宮内庁関係者みたいな、秋篠宮関係者とか、そういうのに相談して何か意味あんの。調べろっつうので、それやらなかったからこのざまじゃないですかね。うん。個人情報がいろいろとうるさい時代なので、だから日本国民のせいにしてんじゃねっつうんだよ、いつも言ってるけど。調査すること自体に問題があるとも言ったそうであると。まあこれはあくまでもね、うん、関係者っていうなんか架空の人物がそう言っていたかのようにっていう体でしかないんでね。しかもなんかご丁寧にこれは私の推測でしかないがとか言っちゃってるしな。宮内庁長官は歴代、検察出身者が多い。この宮内庁と関係がある人物とは警察関係者ではないか。だが彼らをしても小室圭さんの母親と元婚約者の金銭トラブルというごく私的な問題を把握できなかったのだろう。そうか。そんな一般のなんか更新所とかさ、ね、探偵雇った方が、じゃあよっぽどいい仕事するってことだよな。うん。何言ってんだ。で、小室圭さんは婚約内定会見で記者からご自身の性格についてどう思うかと聞かれ、こう答えている。性格でございますが、一言で申しますと単純ということになると思います。どちらかといえば鈍い方かもしれません。江森氏は、不思議とその言葉が耳に残ったと書いている。謙遜して言っていたのかと思ったが、今振り返ってみて、その後の彼の生き方を見ていると、どうやら正確に自分の性格を見抜き、正直に答えていたように思える。え、どこが？で、金銭トラブル報道後、面会に身構えていると、とか続いて、なんか小室母子、小室親子、小室親子に何度要求しても、秋篠宮様が見せた静かな怒りとかね。だから調べなかったから結局ね、どん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 、え、
そうだったの？え？いや聞いてねえんだけど、みたいなことになったわけでしょ。最初から調べとけよ、交際者ね、交際相手として、ね、名前が上がった時点で普通調べんだろう。うん。で、割り切れない態度が国民からの批判を招いてしまった。割り切れない態度っていうよりも、ね、無責任だよな結局。一皇室皇族ね、そのなんか、まあ、将来のこの天皇陛下になられる予定にある、ね、皇位継承順位1位の皇族としてもそうだし、ね、うん、父親としてもそうだし、ね、この宮家の当主としてもそうだよな、うん、もうありとあらゆる点で何の責任も取らずに、ああでもないこうでもない、なんかこうぶたれるだけでさ、ね、このなんか事実、そのなんか現状だけがどん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 、ね、時間が経ったともにどん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 この状況はこう流れていく、ね、変わっていく、ね、何も対応できてなかったじゃんなんなんっていう感じだよね。割り切れない態度じゃないよ、うん、何に対しても何一つ、ね、何の責任も取らずに、うん、ただ自分の娘可愛さにね、うん、だからまあなんだろう、娘の気持ち、ね、この眞子さんの、言いなりだったわけじゃん結局は。え、だって今もそうじゃんね、秋篠印のロイヤルキャッシング、ロイヤルチートバリバリ効かせ倒してるわけだろ、うん、税金使ってさ、ね、警備費用年間で8億以上かけて、ね、そんな金どっから出てんだよ、うん、お手元金だが、ね、なんかもう今までの貯金だが、そんなもん一瞬で消えるじゃねえかそんなもん、うん、ね、一般人夫婦とか言いながら、ね、もう何度も何度も伝え、ね、言ってきたけども、全部ね、全部だってここじゃんね、元をたどっていくとここがね、やることやって言うべき時に言うことを言うべきことを言わない、ね、やるべき時にやるべきことをやらなかったね、うん、だ変な話、この眞子さんの気持ちを優先とかさね、そんなのも変な話責任転嫁だよ、うん、ね、自分がね、うん、やるべきことをやらなかったからね、ずるずるだらだらぐだぐだで結局つけ込まれてね、いいようにね、うん、小室系な、ね、小室何がしなんていうなんか一般人にいいように引っかき回されて、ね、日本の税金を、ね、湯水のごとく、うん、私的に流用されている、うん、そういうことじゃん。全部辿っていくと全部秋篠宮家、ね、全部秋篠宮殿下のせいって言っていいと思いますけども、うん、ね、自主性を重んじなんつって、ね、この自分の娘のせいにしてんじゃねえよって話ですよね、うん。で、結婚問題が混迷したのは恋愛の不自由のせい。いや、お前のせいだよ。何言ってんだよ。うん。で、なんだかどういうわけかわかんないですけど、この開かれた皇室を閉ざそうとする宮内庁にも問題があるみたいな話をしてるんですよね。うん。え？は？なんだかよくわかんない話ですよね、これもね。うん。だから結局、あれでしょ？うん。まあ、この記事の締め方もなんか異例の、ね、このこういう本が出てくることが異例で、ね、要はこの皇嗣殿下という立場の、ね、皇位継承順位第1位にある重要人物のね、まあなんかその記録としては異例の内容でみたいな、なんか無理やりなんかこの褒めたたえるかのような、うん、今更遅えぞ、ね、今更遅えよ、うん、なんかこういうね、マスコミ使ってさ、うん、さもこの苦悩と葛藤みたいなね、そんなことばっかこう繰り返してますけども、うん、もうだって結婚もしたし、うん、で結局税金使ってね、このロイヤルね、ロイヤルセレブ三昧、この状況も何にも変わらねえし、うん、で仕事もしないでね、遊びほうけてるわけだろ、うん、勉強してるふりしてさ。いい加減にしろよって話じゃないですかね、うん、こんなもん見せられてね、ああそうですか、秋篠宮殿下もね大変ご苦労があったんですねなんて誰が思うんだよやがましいわと、うん、ね、説明だよ説明、ね、でも説明、ね、説明責任なんてものは果たしはしないんでしょ、うん、ね、何が苦悩と葛藤だよ、こっちのセリフだよな本当やがましいわマジで、うん、
いやーもうなんかね、こんなもん見せられてね、秋篠宮家の方々へのなんかその尊敬とか敬意とかね、それこそなんか上海電力さんじゃないけどね、秋篠宮家に敬意ね、秋篠宮殿下に敬意みたいな、なんねなんね、絶対なんね。ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。そうだな、あの上海電力さんにさ、なんか記事書いてもらえば。じゃあどうも。